エドワルド・アウベス・ダ・シルバは、ブラジル出身の元サッカー選手。元クロアチア代表。ポジションはフォワード。ディナモ・ザグレブ・バングー・ a シーから15歳で、クロアチアへと渡り、ディナモ・ザグレブ・ユースへ入団。2005から06シーズンに得点王に輝くなど、ブレークし、2006年12月には、クロアチア年間最優秀選手賞を受賞した。クロアチアリーグでは2シーズン連続で、 アシスト王に輝いた。2006から07シーズンは、ワールドカップ代表に落選したことへの鬱憤を晴らすかのように、クロアチアリーグ史上最多の年間34ゴールを記録、2年連続の得点王となった。UEFA チャンピオンズリーグ予備予選3回戦では、アーセナル FC 相手に唯一得点を決めたことから、同チームの監督であるアーセン・ベンゲルの興味を引き、 シーズン終了後に、クロアチアのクラブが受け取る移籍金としては、過去最高の1625万ポンドで、アーセナルへ移籍を果たした。アーセナルアーセナル時代アーセナルでは2007年8月19日の、ブラックバーンローバーツ FC 戦でデビュー。同年9月19日の UEFA チャンピオンズリーググループリーグのセビージャ FC 戦で、移籍後初ゴールを記録。 ロビンファンペルシの怪我以降はレギュラーとして活躍した。怪我2008年2月23日に行われたバーミンガムシティ FC 戦でマーティンテイラーからタックルを受け負傷した。幹部は骨が露出するなどグロデスクな状態になり J スポーツはリプレイを自粛した。治療のために試合は約8分間中断され、ピッチ上で酸素マスクを着用するなど処置が行われた後に、 病院へ搬送され手術が行われた。検査の結果、飛骨の開放骨折と左足首の脱臼による全治9ヶ月の重症であることが明らかになり、現役続行は不可能ではないかとも指摘された。テイラーのタックルについてアーセナルのアーセンベンゲル監督は、テイラーは二度とフットボールをする資格はないと厳しく、非難した。この発言は後に言い過ぎだったと撤回している。 テイラーはエドワルドに直接謝罪し、受け入れられたとニュースオブザワールドに掲載された、独占インタビューで報じられたが、エドワルド本人はその記事が捏造であると批判し記事は撤回された。復帰その後エドワルドは順調に回復し2008から09、シーズン開幕での復帰も期待されたが、幹部の慢性的な痛みが取れなかったため早期の復帰は回避された。 12月16日に行われたリザーブでの試合で10ヶ月ぶりに試合復帰し、翌年2月11日に開催された、クロアチア代表対ルーマニア代表の親善試合に、途中出場し、クラブでの公式戦に先駆けて代表戦で公式戦復帰を果たした。この試合では、ニコ・クラニチャールの決勝点をアシストしている。この試合に際して、クロアチア代表監督のスラベン・ビリッチは、 ベンゲルと緊密に連絡を取っていた。2月16日の FA 杯4回戦カーディフシティとの再試合がトップチームにおける復帰戦となり、ペナルティーキックによる一得点を含むにゴールを挙げ、人生で最高の日だとコメントしている。2009から10シーズンは公式戦32試合に出場し7ゴールを挙げた。2010年7月に FC シャフタールドネツクへ、 移籍金750万ユーロの4年契約で移籍した。シャフタール2010年10月20日に行われた UEFA チャンピオンズリーググループステージのアーセナル戦で移籍後初めてエミレーツスタジアムに帰還した。エドワルドは後半から途中出場。5から0で敗戦の厚となっていた後半42分にシャフタール唯一の得点を挙げた。この際、 スタジアムのアーセナルファンはまるでアーセナルの選手が得点を挙げたかのように歓声を上げた上にスタンディングオベーションでそのゴールを叩えた。またゴール後のスタジアムのコールはアウェーチームの得点であるにもかかわらずホーム仕様でコールされた。しかしエドアルド本人は前日のインタビューで宣言した通りにゴールセレブレーションは行わなかった。2014年7月 シャフタールドネツクを退団し、故郷リオデジャネイロのクラブである CR フラメンゴと1年半の契約を結んだ。2015年7月10日、シャフタールに復帰した。アトレチコパラナエンセ2017年、アトレチコパラナエンセに移籍した。2004年3月、U-21 クロアチア代表のマルティン、ノボセラッツ監督が彼のクロアチア地化と、 代表入りに興味を示し、トントン表紙に U-21 クロアチア代表入りが決定した。前日の2005から06シーズンの活躍から 2006FIFA フフワールドカップでの代表招集を望む声も上がったが、代表メンバーに入ることはかなわなかった。UEFA ユーロ2008予選では12試合10得点と、クロアチア代表の新鋭ストライカーとして活躍し、予選突破に貢献したものの、 クラブでの負傷により本戦出場は叶わなかった。UEFA ユーロ2012で自身初となる代表での国際大会出場を果たし3試合に途中出場。2014FIFA ワールドカップでもメンバー入りした。大会後の7月15日代表引退を発表した。ありがとうございます。